秋の全国交通安全運動最終日のこの日、神山町の道の駅で事故防止啓発キャンペーンが実施されました。警察や交通安全に携わる関係者およそ30名のほか、地元の城西高校神山校の生徒12名が参加。これ以上死亡事故が発生しないよう一丸となって交通安全の機運を盛り上げていきましょうと、明西警察署の田村署長が挨拶した後、参加者は道の駅の前を通る国道でドライバーへ交通安全を呼びかけました。ポン菓子とコースターが入っているので、もしよかったらお願いします。ありがとうございます。配られたのは、スピード出しすぎ注意の文字が刻まれた木製のコースター。城西高校神山校の森林女子部がデザイン制作したものです。交通死亡事故のない街を目指して、ドライバーや道の駅を訪れた人へ100セットが配られました。